はい、皆さんこんにちは。こんにちは。唐突に始まったステラマグナトークセッションですけれども、はい、はい、始まりましたね。どういう経緯かっていうと、うん、あの先日アルバムを我々出したわけですよ。で、出したんですけど、まあ、ちょっと時期的なね、ところもあってなかなか皆さんとお会いする機会が作れなかったので。そうですね。で、こうしてこちら側だけにはなっちゃうんですけど、皆さんに聞いていただく声を聞いていただく機会ができないかっていうことで、ドクイアレコードさんの、YouTube チャンネルをお開始したというわけでございます。はい、まあ、ちなみにドクイアの今ね、これズーム使ってるんですけど、ね、右下の方にね、いらっしゃいます。ですね。あのジャケットが、ジャケットのね、鎮座してますが、現在ミュートなんて、分かんないと思うんですけど、何言っても言い返されない。そうそうそう。まあ、得意屋の社長ですね。なるほど。小川さん。一応聞かれてますね。一応聞かれてはいるけど、そう聞かれてはいる。聞かれるらしい。今は悪口とか言い放題だけど、後でめっちゃ言い返される。まあ後で来る。どんな編集されるかわかんない。わかんないね。いないことになったりする。そんな得意屋さんにお世話になっております。はい。ありがとうございます。で、背景もね、今回グラブルの公式で配布してるものを使わせてもらっております。はい。なんかね、なんとなくみんなバラバラにしようっていうことで、うん、うん、まあ不思議とね、不思議とイメージに合ってますよね。いい感じにね、ばらけましたね。ばらけね。まあ特にふびとさんとかね、神々しい、神々しいし、なんか何言っても許されそうな。まあね、そんな。そんな感じでお届けしようと思いますけれども、はい、この緩い雰囲気で、ええ、せっかくなんで一人ずつ、ね、自己紹介していきましょうか。ということでまずはボーカルからですかね。はい、ボーカル遠藤ふびとです。よろしくお願いします。はい、バイオリンの伊藤優馬です。よろしくお願いします。はい、ギター宮崎大輔です。よろしくお願いします。キーボード藤岡くるみです。よろしくお願いします。なんかいい声だったな、くみちゃん。なんだろう、いつものトーンじゃないな。いつものトーンじゃない。なんだろう、外行きのこの感じ。外行き、外行き。じゃあちょっと私もやりますかね。ベースの阿部信之です。よろしくお願いします。うさんくさい。お前最後やりづらくなるわ。最後やりづらくなるんだよ、そういうことされるとよ。はい、ということでドラムの岡島俊也です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。はい、はい、で成田です。よろしくお願いします。はい、以上のメンバーでお届けしようと思います。でまずはですね、先ほどお話ししましたけれども、ファーストアルバムステラマグナソングスフロムグランブルファンタジーについて話していければと思います。はい、そうですね。いやーね、これ グラフェスで発表したんですよね。うん、ああですね。そうですね。そうだそうだ、年末に、去年の12月、はい、長かった。5ヶ月でも、ね、あれをそう、あれを発表する、まあ、ちょっと前ぐらいに、うんうん、サイゲームさんと得意アルコズからその行きましょうって OK をもらって、うん、でもうその頃にはアレンジ半分ぐらいやってたんですよね、進めてた頃で。ああそうですね。そう、だからそんな勢いで。そうそう、年末とか、12月30日でしたっけ、最後のデータ上げたの。うん、そうね。年内でなんとか上げるって言って。どれぐらいだったかも。で、やったっつって、もう実家帰るって言って。まあ、そういう時期ですよね。半年前の気がしねえ。
ですね。まあね。なんか1、2年経った気が。本当に本当に。いやでも結構ありがたいことなんですけれども、以前のグラブルフェスだったりそのエクストラフェスとかで来てくださってた方からアルバム聴いてみたいですとか、うん、何か単独でイベントやってほしいですとか、なんかいろんなその意見をくださる方がいて、はい、でまさにそのアルバムに関しても出したいなっていうのはもうずっと前から思っていたところもあって、うんうん、まあようやく実現できたけど、まあ当時からその話してくださってた方には随分お待たせしちゃったかなっていうところもあったんですけれども、うんうん、まあでもライナーノーツにも書いてたんですけど、それが結果的にこういろいろこうフェスを回ってライブにもこうバンドとしてこなれてきたというか、うんうん、その状態でいい状態でその音源にできたっていうのはすごい良かったですよね。うん、本当に確かに。うん、タイミング的には本当バッチリだったんじゃない？なんかそうですね。変化でさ、その僕らのそのコンサートの中の見せたいものとかさ、自分たちの持ち味みたいなものとか役割みたいなもの、うん、ちょうど練り上がってきたタイミングでのアルバム制作だったからね。うん、そうですよね。だいぶ本当に一番最初の叩き上げの状態からは細かい部分だいぶ変わってる部分とかブラッシュアップされてる部分であったんで、ね、なんかだいぶ本当に最高の状態で撮れたんじゃないかなっていうのは思ってますね。うんうん、でそういろんな方からその話は聞いてたんですけど、おかげさまでなんかいろんなランキングにも上位に、うん、いやー本当にありがたい、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のおかげで、うんうん、嬉しいですね。素晴らしい成果だと思うよ、ね、本当にいろんなランキングの並んでる他の並んでる名前を見るんです。そうですね。そうそうたるメンツだった。そうそうたる、うん、あそうですよね。うん、だからなんかその本当にありがたかったし、その時期そのねちょっと一瞬在庫が切れちゃったりとかもあったりして、なんかそうありがたい反面申し訳ない反面っていう感じでしたね。でももう無事に在庫は復活してきてるのかなみたいですよね。そうですね。そうですね。なので、うん、まだ聞いてないよっていう方はぜひ聞いてみていただければと。ポチポチっと、ね、ポチっと行きましょう。なんかそう本当は最初はこうどこで出すとかいろんな調整をどこで出してもらうかっていう並べてもらうかっていう話にはいろいろその調整を重ねてたんですけれども、結果としていろんな配信サイトにも取り上げていただいて、そうですね、うん、そうですね、そうですよね、そうですね。でそのサブスクも出してほしいっていう、うん、ユーザーさんからの話っていうのは結構来ていて、うん、でそちらもちょっと現在では予定はできていないんですけれども、うん、まあ引き続き調整をしていけたらなとは思っています、うんはい、そうですね、うん、お声をたくさんいただければもしかしたらという、ね、可能性が、ねうん、出てきますからね、うんまあ、この撮影時ではまだということです ね、 そうですねということですね。もう本当にグラブルオフでプレイしてくださってる方もそうですし、ライブを聞いたことある方もない方も、うん、でそのもうグラブルをプレイしたことがないよっていう方にもこれをきっかけに聞いていただける機会が増えたらいいなとは思っております、うんうん、はいはい。でそんなアルバムの、まあ、具体的な内容に触れる前に、うんうん、まあこの放送ってやっぱりその
バンドを知ってくださってる方とかツイッターをフォローしてくださってる方からが飛んでくることが、まあ、多いんじゃないかなと思うんですけれども、うん、もしかしたら、うん、まあ初めて見るよっていう方もいらっしゃるかもしれませんので確かに確かにいくつか改めてではあるんですけれども、うん、あの、はい、まあ今までの経緯というかバンドとしての経緯というか、ね、ステラマグナとはみたいな、うん、いいですねいいですねいいですね導入編みたいな、そうですね、しないもんね、うん、そうですね結成の時これだいぶ実は、うん、あの遡るんですよあのそれこそ3年3年ぐらい前、もっと前わかんない、もっと前かもしれない、4年とか、あの、うん、公式であのコンサートをやってたんですよ、オーケストラの。はいはいはい、はい、でその時にあの結構グラブルの曲ってオーケストラが合うものもあればバンドが合う曲もあったりして、うんうんうん、でそのバンドに特化したものもいつかやってみたいなと思っていて、うん、でそれを結構その当時よくご飯食べに行ったりとか、同じ仕事も一緒にやらせていただいていたあの上倉紀之さんって 作演曲家の方がいて、うん、でよく相談してたわけですよ、うん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 、よく相談してたんだね、そうまあっていうかね、あの上倉さん結構このメンバーの中にももともと仲良かった人がたくさんいますね、たくさんいますよ、いますね、宮崎さんとかはね、だってもう20年ですもん、そうです長いね長いね、長いな、大学大学、ああ大学が一緒だったんでしたっけ、うん、岡瀬さん岡瀬バンドやってたし、ああ、まあ、そっかそっかそっか、うん、岡瀬さんもですよね、俺もそうだけど、俺はどっちかっていうと大学を卒業した後に彼とは仲良くなったんだけどね。はい、ね、うん。そう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 。でも大学一緒ですね。そうか。うん。だから最初にこうね、お話成田さんからいただいた時に、うん、お名前聞いて、うん、なんか、うん、大学の先輩がいるよって言われて。そうだ。くるみちゃんも一緒なんだもんね。そうなんですよ。すごいびっくりしました。実はね。そうだ。うん。そうかそうか。そうでしたね、なんてことがありつつ、なんてことがありつつ上倉さんとね、そういうのもあり、でそしたらちょうどその上倉さんが主催をあの、うんうん、やってるというか、あのいろいろ取りまとめてるゲーム音楽のイベントが、はい、JJMF っていうイベントがあって、はい、でじゃあ成田君それに出てみないっていう話になって、うん、うん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 、で、あ、じゃあ前向きにそれに向けて考えさせていただこうかなっていう話をしてた頃に、上倉さんからあの糸研さんとライブにあの出るんだけど聞きに来ないっていう誘いをもらったんですよね。おで、そういう時系列なんだね。そう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 。で、行きます行きますってなって、うん、で行った時にその時のバンドメンバーが、あれそこにいた人、そこにいた人、ごっそりごっそりごっそり。でまあまあね、糸研さんのそのバンドのメンバーとしていて、でなんならあれですよね、あの PA というかあの音のバランスを取ったりする、そうそうそう、あのオペレーターも、うん、そうワッキーさんだったんですよね、そうワッキー、ワッキーさん、そう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 、同じ方だったんですよね、うん、今ステラずっと回ってもらってるけど、そうそう、一緒に回ってくれてるね、うんうん、そうです、そうそうだったんだ、で、うん、その時の演奏聞いてて、で最初まだ漠然としてたんだけど、あの宮崎さんに絶対お願いしたいっていうのはその時思って、あら、うん、そうで、そう楽屋に挨拶に行った、覚えてる、覚えてますギターめっちゃ音良かったです、そう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 、ありがとうって言って、
なんかそれフェイスブックに書いてもらってた気がする、うん、覚えてる。その時まだ宮崎さんってあんま面識が1回あったぐらいだったんですよね。あ、2回か。2回、コンサートでたまたま、そうそう、自分がアレンジしてて宮崎さんがギター弾いてて、そうです、そうだそうだ。あとはあの上倉さんの結婚式だ。結婚式、あ、そうだ、ね、そうだ、あの時もそうですよね。でそんなだったら岡地さんも、ユーマ、そう、はい、ユーマさんも、そう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 、そうだそうだ、そこにもいた人、懐かしい。だから成田君にしてもユーマ君にしても割とあの上ちゃんの結婚式の演奏っていうのが割とファーストコンタクトだったような気がするな。伊藤健さんのより前でしたっけ。前じゃない、前か、そう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 、うん、そうそう、そういう意味ではすごい話だね、なんかね。あ、そう、だからその後定期的に会ったりする機会っていうのはなかったんですよね。うん、うん、なかった、なかった。近くにはいたけど、いたけども、うん、で、その宮崎さん確認、こう、じゃあ、あのベースダメ元で阿部さんに、宮崎さんに聞いてみてもらおうとか、ドラマその岡地さんで頼もうって言って、こう順々に進んでいったら、あれ、これメンバーまんまじゃないかってなってきてこれ伊藤健二スペシャルバンドなんじゃないかで、その実際具体的な話が出る前に、ちょうどそのタイミング、あの伊藤健さんの仕事の手伝いをさせてもらってた時で、伊藤健さんが書いた曲のアレンジとかやらせていただいてて、うんうん、でちょうど電話でやり取りしてて、伊藤健さんちょっと相談があるんですけど新しくバンドを始めようと思うんですけどっていうので、うんうん、メンバーが今考えてるのが一人一人言ってって岡地さん、阿部さん、宮崎さん、ゆうまさんうちじゃねえかっていうまあまあそうなりますよ、ね、で、あのまるまるそのね、お願い、うん、お借りするって言ったら変な言い方ですけどみたいな感じになっちゃうんですけどって、大丈夫ですかねって相談したら、あ、もうぜひぜひっていう話、あ、ご快諾いただき、ご快諾いただき、だからね、その伊藤健さんのライブっていうのもすごい大きなきっかけになったし、うん、そうで、ちょうどその頃それでいざ正式準備をしようってなった頃に、ちょうどそのグラブルフェスのお誘いをいただいて、うんうんうん、あ、初年度ですね。そうそうそう、はい、うん、バンドとかのその小編成なスタイルでできる何かステージとかって案ってあったりしますかっていう話をいただいて、お、でまさにそれがそのバンドが形になってきた頃で、うん、ぜひぜひってなって、だからその頃にあの福原さんにも、サイギャムスの福原さんにも、あのこういうバンド始めようと思っててっていうので、バンド名を考えていただけませんかとか、うん、なるほど ね、 ね、なるほど、そう、それで合わせてロゴも作ってもらって、ね、だからね、このバンド主にその3人が生みの親なんですよ。3人もいるんですね、生みの親がね。生みの親3人いるんです。結構なかなか複雑な複雑な家庭ですけどねそう、そう、そうだったんですよね。で、それでグラブルフェスが結果的にその本番の日程は1ヶ月早かったのかな。はいはい、うん、なので、ね、うん、そうそうそう、皆さんの前でお披露目した初のステージっていうのがグラブルフェイスだったんですよね、うんうんうん、どうですか、もうあれ2年半前、2017年の年末、うん、おお、ねえ、もうそんな経つんだ、うん、結構ね、結構経つよ、ね、意外と、はい、どうですか、ゆまさんとかくるみちゃんとか、
いざ合流するってなった時に、デビュー戦の、デビュー戦ね。そう、僕もやっぱり、まあ、成田さんと前から名刺あったし、フミトさんとはもう国技院のレコーディングの時お会いしてたりとか、別作品で、あのフミトさんがそうだそう作詞されてる曲僕が弾いてたりだとか、いろいろまああったんですけど、であとまあ糸研スペシャルバンドだったりとか、くるみちゃんだけ僕今回初めて、そうですね、でこう言ってんだし、この男どもにいきなり入り込むくるみちゃんがどういう思いで入ってきたのかっていうのはね、僕もちょっと気になってはいたんです。ああ、うん、あ、はい、どうぞどうぞ。でもね、その土建さんは以前からちょっと知ってはいたものの、そこで演奏されてる方もいるっていうのとか、成田さんとか古田さんとかも面識はありましたけど、見る側だったので、そこで入れていただくっていうのもすごい緊張するし、もう、ね、しかも最初のステージが幕張っていうね、大きいステージだったので、でかいね、まあ、ね、すごい、いやもう本当緊張したし楽しかったし、感動でしたね。もともとね、くるみちゃんは、自分はくるみちゃんと直じゃなくて、実はくるみちゃんのお父さんからの、そうですね、はい、そうですね、うん、2世代ですよ、2世代にわたって、いやもう本当お世話になってます、ね、上松さんのバンドで一緒にやらせてもらって、で、ふびとさんもそうだったんですけど、それで一緒にライブ出させてもらってた頃からのご縁で、で、そう、ふびとさんに関しては、その国技やるときに絶対ふびとさん会うってなって、久々に連絡取って、ちょっと歌っていただけませんかって話をして歌ってもらったのが最初で、僕その時グラブルって聞いたことなくて、僕普段からゲームね、それほど自分がやる方ではないから、そのね、今話に出たその土曜さんの EVP にもともと入った時も、僕ファイナルファンタジーやったことないんですけど大丈夫ですかって小川社長に言って、セフィロスが何なのかを知らないまま僕はセフィロス歌ってたんだけど、グラブルというものが何なのか知らなかったけど、でもナイト君が呼んでくれて曲はかっこいいしさ、でもちょっと楽しく気持ちよく歌わせていただいたけど、まさかそれが2年後にこんなことになるとはね、思わなかったから、まあまあ、でそのね、さっき伊藤君言ってたけど、僕の歌取りの前に伊藤君のバイオリン取ってたんだよね、伊藤君が取り終わってて、で僕が行ったら、まあその他社のね、別のその作品で絡みがあるいうのが、だから不思議なやっぱりなんか縁がね、いろいろあるよ、そうですね、なんかそのくるみちゃんは当時からライブ活動とか結構頻繁にしてて、で結構ライブ EVP のライブにもそうですね、よく、はい、見学させていただいて来てくれてたことあって、それがきっかけで、ちょうどその EVP の時ってもうみんなすごい先輩ばっかりでそうですよね、で今回割とその最初に声をかけてたメンバーがみんな割と年が近めというか、それでそのまあ言うてくるみちゃんもっと若い方なんだけど結構同世代でこのキーボードできる人にお願いしたいなっていうのもあって、それであ、くるみちゃんだってなって、そうだったんですね。そう、それが最終的にこう出来上がって、じゃあライブやろうってなってグラブルフェスでやったわけですけども、まあ最初はね、もう今と
今となっては懐かしいですけど、ね、懐かしい ね、まだこうチームがこう不安定な状態というか、あ、そうですね、座組がまだまだ出来上がってなかった時期ではありますよね、やっぱり。ラグビーの出たとこ勝負よくやったよね、やつ。本当の一発目ですもんね。あの2本で終わるって思ってませんでした？いや、思ってた。あ、そうそうそう、あ、確かに。なんかね、まだ当時は全然その先の予定とか立ってなかったから、まあ、またできたらいいなっていう、そのやっぱりその現場的なものよりバンドとして発展していくものにしたいなっていう意識が自分の中にもあって、うん、はいはい、でこれきりで終わらないといいなと思ってたら、ちょうどその年、その翌年かにサマーフェス、今、ね、そのエクストラフェスになった、はい、うん、あれがあってあの定期的に出させていただくようになって、そうですよね、うん、なんかもはや年末にグラフェスがあったら、じゃあその次の年こう、まあ、エクストラ的なものが、うん、ね、そうですよね、そういう流れが、うん、あれ重ねていくうちにこうだんだんこう、うん、そうですね、結構そうそう、うん、バンドとしてのこのタフネスといいますか演奏はもちろんなんですけど、ね、うん、まあね、よく集まりも重ねてますしね、まあ、そうね、そう、ここではお話しできないことがいっぱいあるんですよ、裏には僕たちには、まあ、でも、ね、なんかこうものすごく仲良くなりましたよね。その、というかその、ほら、割と早い段階でさ、なんか、いや、このバンド面白いんじゃないみたいなことに、やっぱみんななってたでしょ、なんか。うんうん、そうですね。ありがたいことにチャンスをいただき。うんうん、だから、その、うん、ほら、普段だったらやっぱ、どうしてもさ、そのコンテンツがありきで、その、我々がこう集まったとしても、なかなかバンドになることっていうのは少ないんだけど、うん、うん、なんかこう、みんながこう、あの、まあ、もちろん成田君がそういうふうにこうバンドでやりたいって思ってたっていうところが多分一番大きいとは思うけど、うん、結局こう集められた側もね、意外といつの間にか、うん、これ、いいよね、このバンドなんて言い出して。うん、そうね、あ、宮崎さんとか、ひょう変しましたよね。ひょう変したね、変わった変わったよ、そうね、変わったよ、そうですか、いやいや、あんた、俺、付き合い長いんだからね。一番長い人が言ってる。じゃあ、間違いない。変わった、変わった。だって、一回、打ち上げ、また別のイベントの打ち上げの時に、上倉さんとかと一緒に、あの、うん、お店でご飯とか食べてて、なんかね、一番付き合い長い上倉さんが大ちゃんのあんな顔初めて見たとか言ってた。楽しいんだもん、楽しいんだよね、このバンド楽しいんですよ、わ、うん、かるわね、あ、そうですよね、扉を開きましたよ、大体、うん、ね、だからあれだよね、だからそのほら大体さ、まあ本番があって、その後打ち上がってっていうのが流れであるけど、うん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 、俺たちに関してはもうそれが終わった後さらに部屋で飲むじゃないですか。そうね、最近は。そうですね。まあね、通称居酒屋不人という。そう、居酒屋不人っていう。だけど最初の頃とか居酒屋不人の大ちゃんなかなか参加してなかったもんね。うん、そう、あの大ちゃんはグレーな人だったね。これ見てるね、ファンの方にやってたらないと思うけど。いやー、そうですね、まあ、ね、変わりましたね、このバンドさ、やっぱりその本当にスペシャルなものになった瞬間っていうのは、俺たち多分一生ずっとこの先もこの話すると思うんだけどさ、うん、その最初日本で終わるはずもね、その JGMF が終わって日本期末も終わっって、うん、でせっかくだから打ち上げやりたいよねって言って、で、まあ、大体イベントとそういう話になって、で打ち上げやりたいよねっつっても全員集まることなんか絶対ないんだよ、絶対ないんだけど、その時、ね、メンバー7人でさ、打ち上げやりたいよね、明日とかってどうったら、みんな明日空いてますって翌日に全員そっか、そっか、翌日に打ち上げやったんだよ、一人も確実に、うん、そうだそうだ、翌日でみんなで飲んで、その時まだ小川さんもこういう形で関わってなかったから、小川さんも、ああ、そっか、で7人だけで集まったんだよ、でその時飲んで、でなんだったら僕その2本って
みんなもう覚えてないかもしれないけど、僕はゲストボーカルだったんです、その2本、うんうん、そうです。ああ、そうか。じゃあ始めは、ゲスト2本はステラマグナ6人で僕はゲストボーカルだったので、その打ち上げで、そうか、なやた君次あるんとしたら俺もメンバーにしろよって僕自分で言ったんだ。自家乱反して、自分から言ったんだ。そしたらそうですね、もちろんもちろんとかって言って、そうか、その年にさ、あ、サマーフェスが、サマーフェスですね、なり、うんうん、でそこで僕はあの、まあ、そこからメンバーとしてクレジットされて、まあ、そう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 、明日空いてますよのあの瞬間にやっぱこのバンドはね集約されてるんですよ。あ、でも、ね、あれ本当奇跡ですよね。今だって普段全然スケジュールなかなか合わせるの大変ですもんね。まあね、確かにね、それが縁なんだと思うね、やっぱ、ね、確かに ね、縁が縁を呼んでますよね。縁とあとちょっと、ね、ちょっとグイッといったんだよね、フビトさんはね。ね、ちょっとグイッといったんだ、ね、ちょっと押し込んでいった、ちょっと押し込んでいったんだね。僕もグイッといってますからね。あ、そうだよ、そうだよね。ユウマくんだってグイッといったよね。そうそうそう、だってバイオリンは、だから成田さんから聞いたのは、バイオリン入れようかなで1曲2曲になっちゃうかもしれないから、ちょっと今回はどうしようかなっていうのを、あれ、うん、JGMF の打ち合わせかなんか。いや、あれです、あれです、レコーディング、別件のレコーディングで、ああ、そうそうそう、一緒に帰ってて、でちょうどなんかそのバンドを立ち上げようと思ってるって言って、でバイオリンってどうなんですかっていう話になって、でもあの多分曲的にノリ版オリ版が出ちゃうと思って、うん、それでそのためにあのフェスとかに毎回そのスケジュール合わせてもらうのも悪いなと思ってて、いや全然行きますよって、そうそうそう、でそれで1曲でも行きます。なんかちょうどその話して、じゃあゆっくりご飯でも食べながらその話しようかと思ったら、ついでになんかまあ自分と上倉さんとユーマさん結構一緒にご飯食べてた時期があって、うんうん、でなんか誰か2人会った時にいない1人に急に電話して、今から空いてますかっていう突然のよくやってた誘い出しっていうのが結構あったんですよ。でその時上倉さんに電話して、今からご飯食べませんかって誘いをしようとしたら、ちょうどその JJMF のもう一人主催者の人とちょうど飲んでるって話になって、あ、じゃあ合流するって、そう、成田さんと2人車でこうあーって行って、そこでその JJMF でバンドっていう話をしてて、うん、いやバイオリンですかねっていう話をちょっとグイッとしたね、グイッとしたちょっとね、なるほど、そう、面白いね、ね、そういうパワーが働いてる。いろいろあるんだね、こういう、うんうん、そっか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 、いや面白いです。そんないろんな経緯があるね、うん、あの時よく言ったなと思いますよ、まあ、そうだよ、こんなに楽しいことが待ってた。言ってみるもんですよね。ね、でも本当にここまでこうなるとは誰も多分思ってなかった。ああ、もうそれはもちろん、ね、あの、あ、そうですね。いやー、不思議な話ですよ。でですね、なんとですね、うん、早くもなんですが、結構いい時間なんですよ。割と喋ってましたね。喋ってますね。ただアルバムの話、内容の話とか、うん、全然深く突っ込めてないので。確かに。まだね、序の口ですよ。これもう一回ぐらいちょっと、ちょっと必要な気がしますね。そうですね。やらないわけにいかないでしょ、これは。うん、そうですね。なんかまあいろんな話もしたいと思ってますし。ね、あの皆さんにはそれをあのもう一回を楽しみにしていただければっていう感じですかね。お待ちいただけると。そうですね、はい、じゃあ一旦はこれでこれバンドの成り立ちまでですね。成り立ち歴史これここまでまとめてオープニングトークみたいな感じですあるよね。まだ2017年分ぐらいそうですね、歴史ですから、ステラマグナの歴史を学ぶっていうコーナーですから、2018にちょっと入ったかなぐらい入ったかなぐらい、
はい、じゃあそんなわけで強制的にまとめましたけど、はい、また皆さんにお会いできればと思います。はい、それではステラマグナがお送りしました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。